旧石油冷泉名を格子ごと風にちょっと反りを入れて穏やかな楷書で書いてみると、完全な格子平等というわけではないんですが、柔らかく書くと旧石油冷泉がどう化けるか。こんな雰囲気ですかね。ちょっとここは幅広くなってしまいましたね。で、旧石油冷泉銘と格子平等を引いて、この炎に関しては、実は鋭さという点ではあまり変わらないですね。風船も結構穏やかじゃない字を書いてたりするんですよね。だいぶ雰囲気変わりますよね。さあ、月の動きか。またまた難しい。ごんべんですね。雰囲気変えてみると、
ちの構成というか考え方が全然違うんで、基本的に不安の取り方が変わりますよね。これはあまり差がつかなかった。この長さはもう幼稚園の字ですね。さあ、聖はですね、無線の形の取り方もありますので、この角度ですね。で、次の字なんですよね。これはなかなか実は難しい。さあ、そして1秒、
ということで、まあ、ジャストではないんですけど、まあ、このぐらいの雰囲気の違いはあるかなというところですね。今回は。